ねえ、これやっちゃおうよ。いや、さすがにダメだって。トイレから帰る途中、隣の個室から聞こえてきた喋り声。それを聞いた私は驚きのあまり思わず足を止めてしまった。声は浮気相手と男性二人のものだったが、どちらも聞き覚えがある。私の夫と浮気相手だ。なぜ二人がここにいるのか、私の頭の中は混乱と恐怖で埋め尽くされた。疑問が確信に変わった今、この部屋に突入すべきかどうかを悩んだが、さすがに私一人では対処ができない。私は父が待つ個室へ戻り、隣に夫と浮気相手がいることを話した。それは本当なのか？ええ、確かにしげるさんの声だったわ。父に相談すると何やら神妙な顔つきで考え事をし始めた。やがて店主を呼び出すと事の顛末を伝えてくれた。見過ごせば店にとっても大変なことになりかねないことも。動揺する店主に父はとある提案をした。店主はその提案は私を傷つけることになりはしないかと優しく気遣ってくれたが、こちらの意思は固まっている。私は強くうなずくと、夫と浮気相手に一泡吹かせるために行動を開始した。私の名前は飯田夏代。看護師として働いているが、年齢的にも体力的にも厳しくなってきたため、最近フルタイム勤務からパート勤務に変更した。看護師になると決めた時はあまりに仕事ができなくて、何度も辞めたいと泣いていたものだ。しかし何事も続けていれば輝ける場所を見つけられる。3度の転職を経て、私はのんびりと働ける環境に身を置くことができた。周りのスタッフは優しい人ばかりで、患者さんともゆっくり関われるし、今の仕事はとてもやりがいがある。夫と出会ったのは20代後半の頃だった。患者として入院してきた夫とは当時年齢が近かったこともあり、肩を張らずに自然体で話すことができた。趣味も合っていたし、一緒にいて楽しかったから、退院した後も頻繁に会うようになり、そこから交際を経て結婚したのだ。夫との結婚は人生の中で一番幸せな瞬間だったと思う。その後、私たちの間には長男が生まれ、3人での生活はますます充実したものになった。長男は優しく思いやりのある人間に成長し、私と同じ看護師を目指した。今では男性看護師として主任を務めているのだから、本当によく頑張ったと思う。ただ息子が成人すると、夫の態度が徐々に変わり始めた。偉そうになったとか、上から目線になったとか、そういう分かりやすい変化ではない。女の勘と言えばいいのだろうか。今日はちょっと遅くなるから先に寝てて。いいけど、最近いつも遅いわよね。忙しいの？まあ繁忙期だからな。飲み会も多いし仕方ないさ。そう、無理しないでね。夫が心配でいつも無理しないでと声をかけていた。そんな私をなだめるように夫は大丈夫だと言い続けていた。
もう50代、お互いもう若くない。頑張り屋な夫が多忙なせいで体を壊すことを私は何より心配していた。それから私と夫はほとんど二人きりで過ごさなくなった。私の休みはシフト制だから、週末が休日の夫とはめったに被らないのだ。だからお互いの休日が重なった時はなるべくどこかへ外出するようにしていたのだが、夫は最近一人で過ごしている。たまに帰りが遅くなったり、飲み会だと言って朝帰りをしたり、何でもない日なのにやけに機嫌が良かったり、休日は朝から出かけてしまったり。夫はサラリーマンとして働いているので、飲み会があったり帰りが遅くなるのは若い自分からあったことだ。役職に就いてからは帰宅が遅くなるなんてしょっちゅうだし、厳しく注意したりはしなかった。それでも夫婦で休日を過ごせないのは悲しかった。しかし誰かに相談したりはしなかった。夫婦の問題はまず夫婦で話し合うべきだと思ったからだ。自立して家を出ている長男とはたまに電話をする仲だが、夫のことを話したりはしない。近くに住んでいる父にさえ相談することはなかった。父は早くに母を亡くし、それ以降は母に代わって私の心配をしてくれる。70代になった今もたまに遊びに来てくれるし、夫とも仲良くしてくれるから安心だ。夏よ、最近しげる君とはどうなんだ？夫婦で仲良くやっているか？お父さん、心配しなくても大丈夫よ。私も子供じゃないんだから。親にとって子はいつまでたっても子供だよ。父は優しい。その優しさに甘えたくなるが、私は親であり、仕事に関してもベテランに分類される。そんな人間が実の親に頼るなんて少し恥ずかしい。大丈夫、何でもないよとごまかして私は本心を話さなかった。夫の悪い噂を耳にするようになったのはつい最近のことだ。買い物に行くと近所の奥様とばったり会ったので、世間話をしようと思ったのだが、彼女の目はしきりに泳いで気まずそうだった。いつもは気のいい人なのにどうしたのだろうと思っていると、奥様の方から唇を切ってきた。夏代さん、気を悪くしないでほしいんだけど。何？最近街で旦那さんの姿をよく見かけるのよ。夫婦でお出かけかと思ったんだけど、隣にいた浮気相手に見覚えがなくて。私は耳を疑った。だけどここで真実を聞き逃してしまったらその方が後悔すると思った。奥様に詰め寄ってその続きを聞かせてもらうことにした。何でも夫が若い女性と腕を組んで街を歩いているところを奥様と複数人の知人が目撃したというのだ。それも一回ではなく何度も。あまりに仲睦まじいので妻である私と出かけているのだと思ったらしいのだが、どう見ても別人なのだという。二人は周りの目も気にせずに、まるで恋人同士のような振る舞いをしていたらしい。相手の女性については正体不明のようだが、とにかく夫が浮気をしていることだけは分かったのだという。これを私に伝えるべきかどうかみんな悩んでくれていたらしい。配偶者の浮気という事実は思った以上にショックだった。しかも相手は私より随分若いというのだから、あれだけ妻にも息子にも尽くしてくれた夫が今になって
裏切るような真似をするなんて。だけど夫の悪事は浮気だけではなかった。夫と浮気相手はあらゆる飲食店で食事をすると決まってイチャモンをつけて代金を負けてもらっているというのだ。スープに紙が入っていただの、虫が混入していただの、とにかく何でも文句をつけるのだ。奥様は内緒話をするように私に耳打ちした。この間知り合いの喫茶店でわめいていたみたいよ。出されたサラダになめくじがついてる、どう責任を取るんだって。でもおかしいの、確認してもなめくじなんて見つからないし、それを指摘すると嘘をついてるって言いたいのかって逆ギレして、提供したスタッフも野菜に虫がついていないことは確認済みだと言っていたみたいだし。それを聞いた私は頭を抱えた。私の知らないところで夫が集体を晒しているなんて考えたくもない。とにかく夫と話をしなくては。すべてを教えてくれた奥様にお礼を言って帰路に着いた私は、どう切り出すべきか悩んでいた。店に対して理不尽なクレームを入れていることも、浮気のこともうまくごまかされてしまうかもしれない。証拠もろくに揃っていない今、夫を責める資格が私にあるのだろうか。しかし放置しておくわけにはいかなかった。その日夜遅く帰宅した夫に、私は何気なく話題を振ってみた。ねえ、最近あなたが飲食店でイチャモンをつけてるって聞いたんだけど。浮気のことは伏せて、あくまで店に対するクレームの件だけを尋ねてみる。しかし夫は怪訝な顔をするだけで、まともに取り合ってくれない。誰がそんなこと言ったんだ。僕は何もしていないよ。仲のいい奥様から聞いたのよ。最近理不尽なクレームばかり入れてるって。その人本当に信用できる人なのか。僕を貶めようと嘘をついているんだろう。結局その日はあしらわれて終わってしまった。嘘で終わるならそれでいいのだが、私の中では夫が何もしていないという確信が持てなかった。だからクレームのことも浮気の件もしっかり情報収集した上で問い詰めようと決めたのだ。そして私は意外にも早くその現場に遭遇することになる。ある日仕事終わりにスーパーで買い物をしていると、野菜売り場の方から何やら大きな声が聞こえた。店内に響く怒鳴り声。穏やかな雰囲気は壊され、周りの客たちは声の発生源をちらちらと見ている。野菜売り場に用事のあった私はその声の方へ行かざるを得なかったのだが、そこで衝撃的な人物を目撃した。あなた何やってるの。なんと大声を出していたのは夫だったのだ。夫は私に気づいたが、興奮を収める様子はない。私が驚いたのは、怒鳴っている張本人が夫だったという事実だけではない。その隣で夫と一緒になって難癖をつけている女性の存在が私をさらに驚かせた。私は怒鳴られている店員さんに謝罪すると、すぐに夫の手を引っ張って店外へ連れて行った。当然女性もついてくる。あなたたち何をしてるのよ。お店であんな大声出して恥ずかしい。恥ずかしいとはなんだ。美里さんがほうれん草に虫がついてたって言うから正当な意見を言いに行っただけだ。美里さんというのは隣にいる浮気相手のことだろう。彼女は何食わぬ顔で夫の隣に立ち、めんどくさそうに自分の爪を眺めている。
この人が夫の浮気相手だと思うと、悲しみよりも怒りがこみ上げてきた。失礼ですが、どちら様ですか？はあ？おばさんに関係ないんだけど。人の夫にクレームをつけさせておいて、ひどい態度ですね。遠回しに妻であることを突きつけると、浮気相手は納得したのか、小馬鹿にするような顔で笑った。しげるさんは優しいから、私のために文句を言ってくれただけ。今までもそう。奥さんなんかより私の味方になってくれるんだから。浮気相手の一言で私は合点がいった。奥様から聞いた飲食店でのクレームも全部この女が夫に言わせていたのだと。自分がお金を払いたくないからって他人の夫を利用してここまでするのか。とにかく一刻も早く二人を話したくて、私は無理やり夫を連れて帰った。しかし夫は私が邪魔をしたことで恥をかいたと思ったらしく、家に帰っても怒りが収まらない様子だ。お前が割り込んでこなきゃ今頃タダで買えたってのに。どういうこと？虫がついてるくらいなら交換してもらえばいいだけじゃない。それじゃあ代金を支払わなきゃならないだろ。美里さんは生活が苦しいんだ。少しでも負けてもらわないと。開いた口が塞がらないとはこのことだ。夫は今までもこうやって文句をつけては代金を負けてもらったり、タダにしてもらっていたのだろう。大方そうしないと店の悪評を流すなんて脅したのだと予想がつく。我が夫ながら情けないし恥ずかしい。情けないわね。一人の女のためにそこまで人間性を落とさなきゃいけないなんて。お前より美里さんの方が可愛げがある。離婚届を書いておいたから、お前も記入して出してくれ。そう言って手渡されたのは夫の欄だけ記入された離婚届。私と別れてあの女と一緒になろうというわけか。今まで夫と過ごしてきた時間が一瞬にして無駄なものに思えた私は、夫にしがみつくことに疲れを覚えていた。分かったわ、もういいです。長男と一緒に暮らしていた時の優しい夫の面影はどこにもない。きっと人が狂うなんて一瞬の出来事なのだ。今まで浮気をしたことがない人だって、少し歯車が合えばいとも簡単に理性を捨ててしまえるのだ。夫はそういうこらえ性のない欲にまみれた人間だったというだけの話だ。それから私たちの仲は急速に冷え切ってしまった。夫は今や脇目も振らず遊び回り、近所に知られることも恐れていない。私はストレスで眠れなくなったり、食事が喉を通らなくなったりと散々なのに。そんな時、久しぶりに父に食事をしないかと誘われた。正直ご飯を食べられるかはわからないけど、父の優しさに甘えたくなったのだ。父は昔なじみの友人が経営するという高級居酒屋へ連れて行ってくれた。全室が個室になっており、草原な雰囲気のあるとても上品な店だ。急に呼び出してごめんな。しげる君に申し訳ないよ。気にしないで、大丈夫だから。父はそれ以上深くは聞かず、私との食事を楽しんでくれた。どれも手の凝った料理ばかりで美味しいし、父の友人だという店主は気さくな人柄だった。辛い日々をわずかでも忘れられるこの時間に私は救われた。しかしそんな時間さえもあの二人に汚されようとしていた。トイレから帰る途中、隣の個室から喋り声が聞こえてきたのだ。ねえ、これやっちゃおうよ。いや、さすがにダメだって。それを聞いた私は驚きのあまり思わず足を止めてしまった。
声は浮気相手と男性二人のものだったが、どちらも聞き覚えがある。私の夫とスーパーで出会った浮気相手だ。なぜ二人がここにいるのか、私の頭の中は混乱と恐怖で埋め尽くされていた。疑問が確信に変わった今、この部屋に突入すべきかどうかを悩んだが、さすがに私一人では対処ができない。私は父が待つ個室へ戻り、隣に夫と浮気相手がいることを話した。そして夫が浮気をしており、その浮気相手のために店に対して理不尽なクレームを入れていることも。それは本当なのか？ええ、確かにしげるさんの声だったわ。父に相談すると、何やら神妙な顔つきで考え事をし始めた。私もどうにかして二人の悪事を暴いてやりたい気持ちでいっぱいだった。何よりこのお店に迷惑はかけられない。父はしばらく黙り込んだ後、店主を呼び出すと事の顛末を伝えてくれた。見過ごせば店にとっても大変なことになりかねないことも。動揺する店主に父はとある提案をした。店主はその提案は私を傷つけることになりはしないかと優しく気遣ってくれたが、こちらの意思は固まっている。私は強くうなずくと、夫と浮気相手に一泡吹かせるために行動を開始した。しばらくするとその時はやってきた。予想通り店主が夫と浮気相手に呼び出されたのだ。私と父は個室の外で会話に耳をそば立てた。おい、お宅の作った料理に髪の毛が入っていたぞ。異物を混入させるなんて飲食店として最低だな。責任ある行動をとってもらおうか。がなり立てているのは夫だ。長年連れ添ったパートナーの醜態を目にするのはなかなかに答える。文句をつけられた店主は毅然とした態度をとっていた。髪の毛ですか？それは申し訳ございません。すぐに料理を取り替えます。そんなことで詫びになると思ってるのか？ここの代金をタダにすればこっちも穏便に済ませてやるぞ。そうよ、客に不快な思いをさせたんだから、それくらい当然でしょ。浮気相手も加勢するが、店主は顔色一つ変えない。しかしながらお客様、うちの従業員に金髪の浮気相手はいません。その髪どう見ても黒くないですよね。しかも相当の長さ、まさにあなたの髪と同じですね。店主は浮気相手の方をちらりと見た。二人はギクッと肩をこわばらせて一瞬怯えたような表情を見せたが、すぐに強気に戻った。あんた、私たちが嘘つきだって言いたいの？そうは言っていません。言ってるじゃないの。私たちが悪いって言うなら証拠を出しなさいよ。証拠ならあるわよ。店主の後ろから私が顔を出すと、夫も浮気相手も目を丸くして驚いた。私はそんな二人に構わず天井のある部分を指さした。あなたたち、防犯カメラって知ってるかしら？はあ？おばさん、バカにしてんの？それくらいわかるわ。浮気相手は負けじと私に対抗してきたが、夫の方は全てを察したのか顔を青くしている。逆にここまで言われて何もわからないなんて、おめでたい頭をしていると思う。あなたが髪の毛を恋に入れた証拠があそこに残っているということよ。懇切丁寧な説明をしてやると、浮気相手もさすがに事の重大さに気づいたのか、途端におとなしく口をつぐんだ。どうしたの？あなたたち、こちら側の過失だと言いたいんでしょ？
だったら一緒に映像を確認しましょうよ。まあできるわけないわよね。あなたたちいつもそうやってクレームの火種を捏造していたんですもの。二人は図星で何も言えないのか、ただうつむいているだけだった。それから3分ほど経った時、店外でサイレンの音が聞こえた。何事かと辺りを見回す夫と浮気相手。しばらくすると店内に警察官が入ってきたので、二人は慌てふためいていた。あなたたちですか？営業妨害と脅迫をしていたというのは。営業妨害？警察官に事情を聞かれた夫と浮気相手は、思わぬ事態に頭が回らないのか、言われている意味がわからないようだ。二人の代わりに私がその問いに答える。はい、その人たちです。わざと異物を混入してお店にクレームをつけ、代金をタダにしろと迫っていました。私の迷いない言葉に夫が唖然とする。まさか妻に警察を呼ばれるとは思わなかったのだろう。それからも淡々と事情を説明する私を、夫はすがるような目で見つめてきた。しかし私が救いの手を伸ばすことはない。とりあえず詳しい話は署で聞きますので。そんな、私たちは何も悪いことなんてしてない。言い訳はしない方がいいわよ。警察の方には全部話してあるわ。あなたたちが嘘をついてこのお店を陥れようとしたことも、他のお店にしてきた卑劣な行為もね。私たちは二人がこの居酒屋に来ていると知った直後に警察に連絡していたのだ。もちろん浮気相手が笑いながら髪の毛を入れているところを防犯カメラで確認してだ。今までの悪行についても一通り警察には説明してある。どうしても悪くないと言い張るなら、その髪の毛 DNA 鑑定でもしてもらいなさい。私がそう言い放つと、二人は言い訳をする気力もなくしたのか、警察に連れられパトカーに乗り込んでいった。いきなりの警察の登場に店内は大騒ぎかと思ったが、おかみが一人一人にあらかじめ説明してくれたらしく、むしろ拍手喝采が起こっていた。みんなこのお店が大好きだから撃退してくれて本当に助かったとまで言われた。これもみんな父の提案のおかげだ。お礼を言うと父は申し訳なさそうに眉を下げた。夫を警察に突き出したお前の気持ちと覚悟を思うと胸が張り裂けそうだ。よく頑張ったな。その言葉だけで私は無性に泣きたくなってしまった。そうだ、もう私の隣に夫はいないんだ。でもそれでいい。私には不要なものを切り捨てる覚悟ができたから。その後夫と浮気相手は店側から訴えられ賠償金を請求されたらしい。他にも被害に遭った店が声を上げ、防犯カメラの映像や客が撮影していた脅迫現場の動画などもあり、複数の店舗から訴えられているという。証拠が揃いすぎているため、実刑判決が下されるかもしれないということだった。夫は私に減刑請求を頼んできたが、それはできない相談だと突っぱねた。なぜなら私と夫はすでに夫婦ではないからだ。父と居酒屋へ行く前に私は役所に離婚届を提出していたのだ。そのせいでこれからの将来や生活について気をもんでしまい、必要以上に精神を蝕まれていたわけだが、とにかくこれで夫、いや元夫にかける情は一切なくなったというわけだ。あとは浮気相手と仲良くやってくれればいいと思う。もちろん心身が疲れている中で集めた浮気の証拠があるので、その分の慰謝料はしっかり払ってもらうつもりだ。その後に知ったことだが、
浮気相手は生活保護を受けている身で、元夫との交際は金を引き出すための演技だったらしい。まともに働いたこともなく、常に他人の金を当てにして生活してきたようだ。当然、浮気相手自身が店に難癖をつけて食事をタダにさせたり、食品を奪い取ったこともあるというのだから救いようがない。そんな浮気相手に引っかかる元夫も見る目がなさすぎてかわいそうに思えた。結局、元夫と浮気相手は実刑判決を受けた。訴えた店にも賠償金の支払いが命じられたという。思ったより刑期は短いが、私の慰謝料請求の時効には間に合いそうだ。出所したところで、あの二人の金の悩みは尽きそうにない。今まで散々人の善意につけ込んでただ飯を食らったり、パートナーを裏切って浮気したのだから、これくらいの罰は当然だ。元夫は面会に訪れた私の父にこってり叱られたことで、己の軽率な行動を反省しているという。だからといって許してやろうという気にはならないが、むしろ最後の最後まで父に迷惑をかけてしまい申し訳ない。あれから私は一人暮らしを始め、看護師の仕事を続けている。50代での離婚と一人暮らし、職場で噂されても仕方がないと思ったが、みんな私の心配をしてくれる優しい人ばかりだということを忘れていた。意外と熟年離婚を経験しているスタッフも多く、話が盛り上がることさえあるのだ。こんな時、私は周りに支えられているということを実感する。今は職場の同僚や友人、息子、そして父と過ごす時間が何より大切に思える。一人で生活することは時にすごく寂しいが、私は孤独ではない。たとえこの先ずっと一人だとしても、自分なりの幸せをつかむことを諦めはしない。